2023年11月3日、本日のお出かけ、ダイヤモンド、プリンセスを見に行ったけど。ダイヤモンド、プリンセス入港に間に合いました。やはりダイヤモンド、プリンセス入港を一目見ようとする見学者多かったです。ダイヤモンド、プリンセスはイギリス P&O 社が所有し、アメリカ合衆国のプリンセスクルーズ社によって運航されている外交クルーズ客船。日本の三菱重工業中崎造船所が製造したクルーズ船です。総端115,875トン、全長約290M、全幅 37.5M、高さ 54M、航海速力22ノット、旅客定員2706名、乗組員1238名です。客室総数1337室、そのうち 72% の960室が窓が外に面している部屋、いわゆるオーシャンビューであり、 56% の748室には専用バルコニーを備え、バリアフリーに配慮した客室が29室あります。2020年2月初旬に新型コロナウイルスに感染した人が横浜から香港にかけて本クルーズに挑戦していたことが発覚。横浜港で長期検疫体制に入り、その後も感染していた人数が増えづく、ゲル事態となった。この事象はその後数年間続く世界的なパンデミックの始まりとなったことで有名ですね。しかし遠くから見ているけど結構大きい船ですね。なおさら間近で見たかったな。今月21日にまた酒田港に寄港するから、その時にでもね。今日のところはこれで我慢しよう。和紙だけでなく他の見学者さんも同じ気持ちだろうな。こんな大きい船を間近で見れないのは悔しいしね。もうしばらくダイヤモンド、プリンセスを見ていようと。耐える人も出始めてきたな。
それとも立ち入り禁止区域に入ろうとしてるのかな。ここからではもう見えなくなるな。わしもそろそろ終わりとするかな。せっかく坂田に来たんだから朝ラーでもしていこうかな。ではダイヤモンドプリンセスの撮影終わります。